はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーセイバー39話の更新と同時に不定期連載またまた来てますので確認しましょう。このコーナーでは仮面ライダーセイバーに関する知らなくても問題ないけれども知っているとさらに番組を楽しめる補足情報を語ってみたいと思いますと書いてありますが、毎回めちゃくちゃ重要なことが載ってますので楽しみ。今回のテーマは、あ、面白そう、覇王剣クロスセイバーと無名剣虚無について。ちょっとこれは気になってた。11本の虚無も含めて11本の聖剣を使ってクロスセイバーが剣幻しましたが、デラックス玩具で遊ぶと10本分の能力、虚無を抜いた10本分の能力しか発動しなくって、虚無入ってないじゃんみたいな風に僕も言ってましたけど、それがついに語られるってことで、このさ、セイバー生命の木、セフィロトの木か、この構図好きですよね。一応この構図のあれだっけ、設定に合わせて聖剣の位置が決まってるとか、前もそれ不定期連載で書いてありましたよね。このセフィロトの木の11箇所に11本の聖剣が配置されてクロスセイバーが生まれてましたし、全知全能の書の復活の際もこのセフィロトのキーが登場してましたね。前回強い思いを剣に込めて消えたバハト、彼の残した無名剣虚無はトーマの手に渡り、それぞれの剣士の思いが込められた11本の聖剣が宙に向かいとある図形を形作ると、その中心に覇王剣クロスセイバーが現れました。その活躍は38、39話にてご覧いただいた通り、10本の聖剣の力を自在に使いこなす伝説の剣です。刀身に刻まれた3つの覇王サークロス、読み込むところかにはそれぞれ火炎剣、烈火、水星剣、流れ、雷鳴剣、イカズチの3つと、怒号剣、激怒、風草剣、早手、恩寿剣、通電の3つ、さらに一番上が4つなんですよね。暗黒剣、暗闇、光合剣、最高、遠泳剣、のろし、時刻剣、開示の力が刻まれており、覇王剣クロスセイバーエンブレムをスライドさせることで力を引き出すことが可能になります。今週でもやってましたね。ここに無名剣虚無は含まれていません。解説してくれるっぽいぞ。それはなぜかというと、他の聖剣とは関わり方が違うのです。そのキーワードとなるのがセフィロト。あ、やっぱセフィロトの木にも言及してくるわけ。クロスセイバーを生み出す際に形作られた図形はセフィロトの木と呼ばれる形で、一説には旧約聖書に登場する生命の木を表しているとされています。これいろんなアニメで登場しますよね。代表的なとこだとエヴァンゲリオンだったりとか。なのでなんかよく見る図ではありますが、この意味や解釈については諸説あるため詳細は解説省きますが、構成する11項の点が表す意味はおおよそ決まっており、例えば火炎剣烈火の位置には第5のセフィラ、数字は5、色は赤、図形は五角形、金属は鉄、宝石はルビー、惑星は火星を象徴する。あ、そういうのまでは知らなかったな。こういう図形があるっていうのは知ってましたけど、といった意味があるんです。実は以前お伝えした各星系の名前に隠された要素は全てセフィロトの木に起因して、あ、そうなの、起因します。ぜひ探してみてください。そしてその中で無名剣虚無の位置に値するものとして、隠れたセフィラ、他のセフィラとは異なる次元の存在。隠された意味は悟り、気づき、神が普遍的なものに隠し、隠し濃いものは試練として見つけようとした神の真意という意味があるとあります。つまり無名剣虚無は隠された聖剣であり、他の聖剣とは一線を画するということなのです。何その超深い裏設定どころか表設定。ちょっとそれ、まあ、今回も、やっぱり読んでてよかった。読んでよかった。たまにそれ、いや、本編で語んなくて、それまずいんじゃないっていうのあるけど、こうやってさ、スタッフさんが、設定を教えてくれるのほんといいんすよね。つまり無名剣虚無は隠された聖剣であり、他の聖剣とは一線を画するということなのです。ではクロスセイバーの中に虚無の力は存在しないのかというと、テレビ朝日公式サイトに掲載されたクロスセイバーの紹介をじっくりと観察してみてください。もしかしたら隠されたヒントがあるかもしれません。ああ、これ僕のコメント欄で書いてあった。なんか僕が無名剣虚無の力入ってないじゃんって言ったら、レオンさん公式サイトに解説が、それっぽい解説がありますよっていう風にコメントでね結構書いてあって、あ、そうなんだと思って、まだ見てなかった。
なので無名権虚無は隠された聖剣だから発動する能力としては、まあ、登録されてないというかそういう立ち位置なわけね。そうなんかそうコメントにね書いてあったのが余分な力を無に帰すみたいな能力があるって公式に書いてありましたよっていう風にコメントに書いてあってそうなんだと思ってまだ僕元サイトの方を見てなかったんだけどこれだ覇王剣クロスセイバー覇王グリップ聖剣を手にした者の想像力を糧として銀河を揺るがすほどの強大な力をもたらすやばいグリップだけで持っただけでそうなるんだ。さらに覇王トリガー各種攻撃におけるスターターの役割を果たしトリガー操作によって必殺技などを発動させる。覇王剣エンブレムクロスセイバーエンブレムエンブレムに位置する円環グレートサークロス、ああ移動するところか。スライド操作によって投資に宿る各聖剣の特性を取り込み、それぞれの能力や技を自在に発言することができる。今日は使ってたやつね。三聖剣とかやつね。六聖剣とか。相反する聖剣同士の力をも取り込んで一体化させるほか、解放した力の余剰分を無に、これだ。コメントに書いてあったやつ。相反する聖剣同士の力をも取り込んで一体化させるほか、解放した力の余剰分を無に帰すことで銀河の調和を保ってるって、スケールでかいな。だって、ここだ、無に帰すことって完全に虚無の聖剣の力をなくす能力ね。エンブレムの部分でエネルギーの余剰を無に返すことで銀河の調和を保つっていう能力が入ってるんだって。ちゃんとじゃあ、やっぱ11本の聖剣の能力があるんだ。そうか。なるほどね。ダイナストアーカイブ。刀身は全聖剣にまつわる戦いの記憶や全知全能の称に通じる力が秘められている。3つの円形部位、覇王サークロスには10本の聖剣の力が宿っており、あ、これさっき見たね。複数選択することで特性を織り交ぜた事象を発言することができる。そこぐらいかな。虚無の能力はエンブレムに入ってるぐらいかな。銀河の輝きを宿したその刃は使用者の想像力に応じて比類なき力を発言する。そう思うとサッカーのトーマとめちゃくちゃ相性がいいんだね。想像力によって力が増えると。遥か遠くの知恵と聖剣の力を飛ばして巨大なる剣士を顕現させるほか、世界を書き換えて修復するといった強大な能力も秘めている。でもあれか、これが世界のブックを壊した能力かって感じで、相変わらずすごいいい情報載ってましたね。それプラスブックオムニフォースのこともなんか書いてあったよね。ここも確認しましょう。そんな仮面ライダーソロモンの力、それはアマターのワンダライドブックを取り込んだオムニフォースワンダライドブックの力そのものです。 X ソードマンワンダライドブックと並びシリーズ最多ページを誇るオムニフォースの力。ただでさえ世界中に巨大な本を作り出したり世界中を昼に変えたりと万能に近いパワーを持つライドブックですが、さらなるページが存在しています。中でもとりわけ攻撃力に特化しているのが巨大な力カラドボルグを召喚するページ。必殺技はソロモンスラッシュ。これね、このページが強力と。右手とカラドボルグの絵があってキングオブソロモンはキングオブアーサー同様に自動操縦が可能。これ召喚してましたね。てかおもちゃ情報ほんといつなんだろう。早く発売してほしいんだけどな。絶対一般で来ると思ったのに。もうなんか退場しちゃいそうだもんね、ソロモン。ソロモンの手持ち武器であるカラドボルグと連動する巨大剣を召喚し大ダメージを与えることが可能であり、さらにカラドボルグを変形させたキングオブソロモンによる攻撃は複数体呼び出すこともできるという超強力な戦闘能力です。これね、でもクロスセイバーに圧倒されてましたよね。そしてソロモンゾーン、これ気になった。なんか瞬間移動するやつね、周りの景色が変わるやつ。必殺技はソロモンゾーンで、ワンダーワールドみたいなページがあるんですよね。剣が刺さってて。さらに、あ、なんか隕石みたいな攻撃やってましたね。そうそうそう。なんか僕はワンダーワールドに移動してるのかなと思ったら、どういうこと？ワンダーワールドに干渉し、戦闘空間を作り出す。作り出してんだ。
そしてさらに強力なのが第3のページ、マッサロゴスの間から周囲に巻き込み、自身が構築したバトルフィールドへと転送し、自分に有利な状況で戦うことが可能。ずりーずりーそんなずるいページだったんだ。ワンダーワールドを模した空間、模したんだね。そのものじゃないんだね。ワンダーワールドを模した空間を作り、隕石による攻撃を行うなど、もはや何でもありの超強力技です。しかし、まだまだオムニフォースには隠された力が存在します。次回明らかになるその力の正体とは。これがあれか、仮面ライダーを操る力だったりするのか。カイジーが操られるっぽいですから、こんな感じでページの解説もあります。おもちゃ早く発売してくれ。以上、セイバー最新話の不定期連載の確認動画でした。